はい、どうも、宗志です。今日は今からインドネシアのバリに行ってきます。僕の、YouTube とか Instagram を見ている人は、知ってると思うんですけど、1週間インドネシアのバリに行ってきます。今からそのバリ旅行の Vlog を撮ります。はーい、僕の娘ちゃんたちも楽しみだね。よし、バリにレッツゴー。空港に行く前にカフェで休憩します。ここですね。ここはね、メルボルンでもまあまあ有名なカフェなんですよ。はい、中はこんな感じでインスタグラムにぴったりですね。もう僕みたいなおじさんはちょっと家族なしでは難しいかも。これが僕のレインボーラテです。美味しそう。はい、ママの飲み物と娘ちゃんの飲み物とわたあめです。はい、空港着きました。この空港の雰囲気がね、めっちゃ好きなんですよね。こう今から旅行へ行くぞって感じでワクワクしますよね。飛行機に乗ります。これが僕の飛行機です。はい、飛行機に乗りました。僕は飛行機の中では基本的にずっと寝るタイプなんですけど、皆さんはどっちですかね。それじゃあ行ってきます。はい、じゃあバリ着きました。皆さん見てください、これめっちゃバリっぽい。これよくわかんないけどかっこいい。俺もよくわかんないけどかっこいいね、なんか。はい、今空港からタクシーに乗ってホテルに向かってます。ゴジャックっていう、なんだろう、ウーバーみたいなやつですね。それ今乗ってます。なんかいいね、ドライバーさんも優しくて。今真っ暗だからあんまりよくわかんないけど、早くホテルに着きたいです。はい、ホテル着きました。いや、でもかっこいいね、これ見てください、こんな感じです。なんかお風呂もなんかあんまり見たことないスタイルなんですけど、かっこいいね。 OK、今日はもうちょっと遅いんで早く寝ます。おやすみ。おはようございます。今からホテルの朝ごはんを食べに行きます。昨日の夜はちょっと暗くて何も見えなかったんですけど、ホテルすっごい綺麗ですね。これ歩くところなんですけどね、綺麗だね。そしてホテルのプール最高だね。これ室エリアも完璧。ちびっ子たちどう、このプール。どんな感じ、ちびっ子たち、このプールは。はい、ちびっ子じゃない。ビュッフェスタイルっぽいですね。バリっぽいね、美味しそう。はい、じゃあいただきます。うん、美味しい。娘ちゃんたちも朝ごはん美味しいですか。美味しい。昨日ちゃんと寝た、寝れましたか。で、今日からね、楽しみましょう。プールも入ろう今日ね。プール見た、プール綺麗だったね。では今からバリ島のヌサドアビーチに行きます。僕はもうビーチが大好きですから、めっちゃ楽しみです。今雨季なんですけど、天気もいいし、多分ね、海も最高だと思います。海が見えてきました。静かでいい感じだわ、綺麗。あ、ちょっと宮島みたいですね、これね、宮島。 OK、 じゃあ海に入ります。おー、気持ちいい。わあ、おお、海綺麗ですね。あんまり綺麗なイメージなかったけど、めっちゃ綺麗だわ。そして海を見ながらビンタンビール最高。ビンタンビアは日本の朝日とかキリンみたいなビールで、バリ島で一番人気のビールらしいですね。昼ご飯はサテです。いきます。うん、うまっ、おいしい。このビールかっこいいな、ライオンさん。はい、
夜のビーチに散歩に来ました。もう本当に綺麗で、ちょっと感動しますね。これ皆さん見てください。めっちゃ綺麗だね、本当に。このバリ旅行なんですけども、初日から本当に楽しくてめっちゃいいですね。明日も朝早いんで、今日はホテルに帰って準備して寝たいと思います。それではまた明日。おはようございます。2日目の朝ごはんです。いただきます。わ、これね、いただきます。牛肉、うん、うん、おいしい。今日はウブルっていうところに行くんですけど、今回のバリ旅行で一番の楽しみ、いろいろなアクティビティもあるし、ツアーガイドと一緒に行くんですけど、ここから、大体2時間ぐらい、僕の泊まっているホテルから2時間ぐらいかかるんで、早く食べて準備したいと思います。はい、じゃあ今からウブルに出発します。今日はなんだっけ、モンキーフォレスト、あとはライスフィールド、ライステラス、もういろいろ見に行くんでめっちゃ楽しみです。ドライバーの人と一緒に行きます。バリの道路ですけど、結構これクレイジーですね。日本とかオーストラリアだとちょっと考えられない感じですけど、人もこんなとこに乗ってますね。お寿司屋さんだ。寿司、イクラ。はい、バリの高速道路です。これ原付も普通に走ってますね。バリラピュタイルパーク着きました。たくさん爬虫類がいるみたいですね。大きいトカゲですね。実はここにもいるんですけど。やばい、怖い。なんか柔らかいし、もう強い。なんか柔らかいけど硬い。なんか柔らかいけど硬い。そしてワニさん。カメさんが今ご飯を食べてます。うわー、これもすごい。うわ、コモドドラゴンだ。はい、モンキーフォレストに着きました。今からお猿さんを見に行きます。うわ、もうめっちゃフォレストですね。フォレスト、うわ綺麗だ。あちこちにお猿さんがいます。あ、お猿さんがゴロンと寝ています。あれ、お母さんのおっぱい飲んでねんねしてる。これほら、おっぱい飲んでる。あらららら、見ざる言わざる聞かざる。いや、めっちゃ綺麗でリラックスできる。そしてここがメインのお寺です。この石像と門がかっこいいですね。中はこんな感じです。素敵ですね。あ、喧嘩してる。喧嘩、ここすごいな。なんか上に橋もあるし、すごい。ここ、いやー、全部すごい素敵だったな。今からじゃあお昼ご飯に向かいます。はい、ここで昼ご飯を食べます。お店の人にこっちだよって言われたんですけど、合ってるかな。これもう普通に人の家みたいだけど。あ、ここだ。ここイブオカ。わ、なんかめっちゃローカルなとこ来ちゃったけど大丈夫かな。ここで食べるみたいです。これはバビゴリンっていう豚肉料理で、バリの名物らしいです。いただきます。おー、美味しそう。これはい、うん、バビゴリン美味しい。これ、うん、ちょっと味スパイシーだけどめっちゃ美味しいね。そう、これ豚の皮だって。これ、うん、
バリバリすごいこれ。じゃあ、うん。食えました。めっちゃ美味しかったし、お腹いっぱい。では、次の場所に行きます。はい、今からライステラスに行きます。もうすでにね、田んぼとかもあって、田舎っぽいところなんですけど、ここは結構ウブでの、スポットらしいんで、めっちゃ楽しみです。皆さんこれ見てください。インスタグラムとかでよく見るやつですよこれ。僕の奥さんがバリのブランコ、バリスイングをしています。怖っ、めっちゃ高い。大丈夫これ。声が、掛け声がやばい。おの。大丈夫？ここいっぱいこう写真撮るスポットあるんですけど、もう全部高くて、僕高いところ苦手だからちょっと、はあ、ちょっと怖いかも。何これ、すっごい綺麗だわ。これがライステラスか。リラックスできる、すごいね。うわー、ここもめっちゃ可愛い。皆さん見てこれ、バナナの木。そしてこれがココナッツの木、見えるかな。はい、ライステラス最高でした。で、今から、パトワンテンプルっていうそのウブドで一番有名なお寺に、行きたいと思います。はい、着きました。そしてこのお寺に入るためにはこのサロンっていうものを着なきゃいけないみたいです。おー、このゲートすごい。中はこんな感じです。金ピカで綺麗ですね。おー、この像もすごい迫力があってかっこいいっすね。細かいことはよくわかんないんですけど、すごいのはなんとなくわかりますね。はい、今テンプル終わって今日のアクティビティ全部終了です。いや、いろいろ経験できてよかったね、本当に。今からホテルに帰って晩ご飯を食べたいと思います。はい、レストランです。夜もいいですね。昼とはまたちょっと雰囲気が違って。はい、これが今日の晩ご飯です。あ、これ中魚だ。面白い。いただきます。うん、美味しい。なんか独特な味がするわこれ。スパイスが効いてて美味しい。今からバリの伝統的なダンスイベント、ダンスショーが始まるみたいです。あ、ダンサーの人来た。いや、素敵なダンスですね。ダンサーの人も綺麗だし。はい、ダンスパーティーも終わって今帰ります。僕の娘もちょっとダンスパーティー参加しました。ダンス楽しかった？はい、ね、楽しかったね。明日も朝早いからね、早くお部屋に帰って寝て、また明日楽しみましょう。それではまた明日、おやすみ。はい、今日はシルバーアクセサリーで有名なところに来ました。自分たちでもこう何か作れるみたいなんでいいですね。こんな感じで職人さんたちが、作っています。僕の娘ちゃんもシルバークラフトに挑戦中。お、なんか削ってる。これも大事なプロセスなんでしょう、きっと。
はい、今からポリッシングに磨いていますね。すごい、本当にちょっと職人さんみたいな。職人の方が最後の仕上げをしてくれています。はい、できました。これ真ん中の石もね、娘ちゃんが選びました。もちろんあの職人の方がね、いっぱい手伝ってくれたんですけどもね、自分で作りました。いいバリの思い出だね。よかったよかった、ひなよかったね。はい、シルバーアクセサリーの次はローカルマーケットに来ました。すごいね、こんな感じなんですね。中にもお店あるみたいなんで行ってみましょう。うわ、中はすごいことになってますよ、これ。おはよう。おはようございます。デザートや、キッズデザートです。モーニングプレス。はい、スクサモ。はい、ありがとうございます。僕も自分のシャツちょっと買います。はい、買いました。買い物の次は滝を見に行きます。どんな感じなんでしょうかね。おー、すーごい、すごい迫力だ。景色もいいですね。滝が終わって今から昼ご飯です。ちょっと宮殿みたいなところですけど、どんな昼ご飯が食べれるんですかね。行ってみます。レストランっていうか公園というかお寺というか、あー、いい雰囲気ですね。見たことないハンドソープ。でもちょっと日本語で書いてありますよ、これ。バグス。こんな感じで、バックは田んぼです。この昼ごはんはチキンカレーとクリスピーダックとガドガドです。じゃあガドガド食べてみます。 Thank you。 うん、美味しい。サウス、うん、美味しい。美味しい。じゃあ次はダック。うん、味付け美味しい。これちょっとスパイシーだけどめっちゃ美味しい。これ、うん、うん、あ、スパイシー、うん、カレーも美味しいわ。バリの食べ物美味しいわ、本当に。味付けが最高。うん、で、味付けが美味しい。味付け、お昼ご飯最高でした。今日は疲れたんでもうホテルに帰って休もうと思います。ではホテルに帰る前にちょっとローカルのコンビニに寄ります。おお、こんな感じですね。何が売ってるんでしょうかね。コーラが5300インドネシアルーピー。え、50円ぐらいってこと。え、めっちゃ安くない。え、ほんと5300インドネシアルーピー、安っ。これ見て、これコーヒー with ミルク&アボカド。何これ、ちょっとこれ飲んでみましょうかね。ここがスナックコーナーか。全然よくわかんないけど、じゃあひなちゃんとれいこちゃん、なんか好きなの選んでください、適当に。何でもいいよ。何じゃあ、1個か2個。 OK、 じゃあアボカドコーヒー、飲んでみます。お、美味しいけどなんか不思議な味するね。ちょっとフルーティーだけど、アボカド全然わかんないけど美味しいわ。うん、甘くて美味しい。おはようございます。今日のバリの天気は、見ての通り雨です。今バリは、雨季、日本の、梅雨みたいな感じなので雨が降っています。でもね、一日中じゃなくて、まあ、降ったり止んだりするんで、まあ後で止むかなと思います。今日はとりあえず、近くのショッピングセンターに行って買い物をしようと思います。はい、来ました。ここでお土産買ったり、あとはお昼ご飯食べたりしたいと思います。
まずはカフェでコーヒータイム。バリコーヒーだそうです。バリっぽいものがいっぱいあります。いいですね。それからこういうパターンのシャツ、僕もね1枚買ったんですけど、結構好きかもしれないです。かっこいいよねこういうね。はい、これは娘ちゃんたちのお土産です。僕はバリのお酒を買いました。まあでもお酒だから持って帰らないでホテルで飲んじゃうと思います。昼ご飯です。まずは、バリの生ビールいただきます。あー美味しい。はい、今日の昼ご飯バリの焼きそばと焼き鳥です。いただきます。美味しい。お、ビールとおかわり。はい、ショッピングの後は海に散歩に来ました。で、見えるかな、山みたいなの。ズームしますけど、これ火山みたいですね。素敵だね、この海と山の景色。あー気持ちいい。海と緑な綺麗な公園で、この石像も大きい。夕方の海っていいですよね、めっちゃ綺麗で。はい、僕の娘ちゃんはブランコしてます。そして海をバックにビール。うわ最高、美味しい。パパがマッサージしてる間にママと娘ちゃんたちは髪の毛編み込みしました。おはようございます。昨日は海から帰ってきて疲れてすぐ寝ちゃいました。はい、で今日もねまたツアーに行くんで朝ごはんを食べて準備したいと思います。はい、今日の朝ごはんです。これは、ラーメンみたいなスープと、これパッタイですかね、多分バリ風のパッタイみたいなのと、テンペイとチャーハン、その上に目玉焼きを、乗せてくれました。美味しそうですね。はい、今日もツアーです。今日は海に行ってお寺を見てダンスを見たいと思いますね。はい、海着きました。風が気持ちいい。海です。波がちょっと強いんですけど、風が気持ちいいし、何より天気がめっちゃいいです。雨季で雨がめっちゃ降るって言ってたんですけど、天気が素晴らしいですね。はい、今日昼ご飯はここで食べます。どうですかここ、ロケーションがやばすぎるでしょう。めっちゃ綺麗ですよね。ここでじゃあビールいただきます。うわあめっちゃ美味しい。バリ綺麗な場所がいっぱいあるから毎日楽しいですね。昼ご飯のタコスも美味しいです。ハンバーガーとビール。おー最高。はい、そしてプールに入りながらのモヒート。うわー素晴らしいね。バリはもう物価が安いから、このカクテルも1000円ぐらいだし、すごいね本当に。そしてサンセット、海、プールの後は、お寺に行きます。なのでこのサロンですね、この、下に巻いてお寺に入ります。ここはお猿さんもいるみたいなんで気をつけないといけません。あ、早速お猿さん発見。景色いいですね。崖と海と、それからお猿さん、そしてお寺、すごいことになってますね。
あー、お猿さんに、お猿さんにメガネを取られちゃった。あ、よかったよかった、メガネ帰ってきてよかった。あ、今からダンスを見るんですけど、見てください、この人、人が多い。ケチャックダンスっていうファイヤーダンスを今から見ます。お、始まりました。ダンサーの人が中に入っていきます。今からファイヤーダンスが始まります。今日はホテルの近くの商店街みたいなところを、見てみたいと思います。で、天気なんですけど、バリは今雨季、日本でいう梅雨なんですけど、もう信じられないくらい天気がいいんですよね。もう目が開けられないくらい眩しい。でも雨より全然いいんで、本当ラッキーって感じです。はい、商店街着きました。いろいろね、売っていて面白そうなんで、いいものだったら買いたいなと思います。いやー、ここら辺雰囲気いいな。このごちゃごちゃしてる感じがいいっすよね。今からショッピングセンターで伝統的なダンスを見ます。バロンダンスっていう伝統的なダンスなんですけど、どんな感じなんだろう。このライオンみたいなのがバロンっていう名前らしいです。ダンスの後は夜ご飯を食べます。日本レストランちょっと行ってみたいと思います。バリに来てから初めてなんで、行ってみましょう。お、日本スタイルのお手拭き、いいですね。よし、じゃあメニュー見ていきますか。OK、まずドリンクメニューね。お、味噌コーンラーメン、カレーうどん、焼きそば。お、結構いいじゃん。いいね、いいね。あ、茶碗蒸しもある。うわー、丼も美味しそう。よし、じゃあ味噌ラーメンにします。やばい、お客さん僕ら以外誰もいないんだけど、大丈夫かな。まずはママの焼肉丼、美味しそうだね結構。あ、天ぷらうどんも美味しそう。ナルトもしっかりあるじゃん。そして僕の味噌ラーメン、チャーシューも卵も美味しそう。じゃあラーメンいただきます。おお、麺結構しっかりしてますね。味も結構しっかりしてて熱々で美味しいです。じゃあチャーシューもちょっといただきますね。あ、炭火焼きだ、炭火焼き。匂いがしっかりついてて美味しい。いやー、バリに来てラーメン食べると思わなかったけど悪くないね。ママの牛丼ももらいます。うん、美味しいじゃん。
うん、うん、娘ちゃんたちも美味しいですか？天ぷらうどんとカレーライス美味しい？スープも美味しいわ。あーお腹いっぱい。久しぶりにね外食で日本料理食べましたけど美味しかったです。キズナバリに来た時はぜひ来てください。よっしゃ。ご飯も食べて今からホテル帰りますけど、この夜のショッピングセンターの雰囲気もいいっすね。ライブミュージックもやったりしてて、いやいい雰囲気だ。今日がバリ最後の夜なんですけど、いやこの旅行いい感じでしたよ。本当に今振り返ると全てが良かったっていう感じですね。また旅行来れるようにいっぱい頑張ってねやっていこうと思います。おはようございます。今日が最後の日です。今日は予定が全然なくてホテルで朝ごはんを食べてそのままホテルのプールでゆっくりしてチェックアウトしたいと思います。やっぱり最後は、プールで締めたいと思います。バリでいろいろなところ行ったんですけど結局海とかプールが一番良かったですね。はい、今日飛行機に乗って帰るんで、最後まで楽しみたいと思います。本当に気持ちいいっすね。もうね、今3時とか4時ぐらいなんですけどまだ天気もねいいというか明るくて暑くて本当プールにぴったりっていうか最高なんですよね。明日からまた仕事が始まるんですけどもう全然もう想像したくないですね。このままずっとちょっとバリのここでゆっくりしたいなって思ってるんですけどまあそれは無理なんでね、もうちょっと楽しんで帰りたいと思います。本当はねここでビールでも飲みたいんですけど、財布も持ってきてないしチェックアウトももうしちゃったんでまあこれでおしまい。着替えてタクシーに乗って空港に向かいたいと思います。さよならプール。はい、今タクシーに乗って空港に向かってます。インドネシアのこのクレイジーな運転も今日が最後だと思うとちょっと寂しいですね。よかった、事故がなくて。インドネシアは赤信号でもねこう行っちゃっていいらしいんですよ。それから原付の2人乗りノーヘルはもう当たり前で、3人乗りとかねマックスで4人乗りとかまでは見たことありますよ僕。あ、言ってるそばから3人乗りちびっこでしたね。改めて思うけど1レーンに3台4台ぐらいこれ原付いますからねやばいっすよね。行ってみると。はい、最後の悪あがきで空港でビール飲みたいと思います。これがビンタンバリのビールですよ、ね、これ忘れないようにしましょう。はい、飛行機乗ります。夜のフライトなんで飛行機の中で寝ようと思います。はい、メルボルンということで、無事着きました。バリ旅行終了です。今回初めてこういう旅行を Vlog みたいにしてビデオにしてみました。最後まで見てくれてありがとうございます。もし皆さんが今回の Vlog 好きだったらまた次の旅行も、今回みたいに Vlog みたいにして撮りたいなと思います。それでは皆さんまた、さよなら。